ここが首塚やな。首塚時期を混ざってる。東首塚、うん、これ夜来ようか。夜来ます？寄れたら寄ろうよ。寄れたら絶対寄れますよ。いやいやな、これ。あ、本当やね、ここであれなんやね、意外と弔われとるんやね。すでに見えてる。あー、すげえ、本当だ。東首塚。あ、びっくりした。東首塚って東村山って言っちゃうよ。一応言うけど、この後にあれっすよ。これが同意？え？ああ、井戸。今のうわは何？え？何も見えねえ。なぜ今日に限ってこんなに人が多いのだ。あー、いいな、おまさじんはと。へー、何それ。へーって言うな、説明して。あの、徳川家康って、要はこれ、あなたが見てる通り有能な部下がたくさんいるわけですよ、うん、その中で四天王を作って、その四天王として、あれ、その四天王の一人がこの井伊直政って人。頭のいいやつ。頭いい、そうだね、頭いいね。なんていうか、文武両道な人、マジで。電車、音が全部カットされるんじゃん。これもう一人いるんじゃね。もう一人頭なんじゃない。この松平忠義って人。松平健じゃない。ここはもう何も感じんな。まあ、いわゆるここでね、遺体を埋葬なりなんなり、その、してるだけで、供養してるだけだから、戦場ではないからな。なあ、外れたね、ここはまだ。おー。やっぱり戦場場所の方が面白いね、俺なんか。でも、あそこの木が嫌い、俺。このでっかい木。うん、当時からあったやつじゃないのか、これだけでかいと。いや、ちっちゃい、これよりもうちょっとちっちゃい。そんなんわかる。この木のそばに来ると一番嫌い、俺。この辺りで燃やすなりなんなり、その埋葬を恐れしてる。わあ、字が薄くて見えない。ていうか、なんか中国語が書いてある。はっ。1817年。関ヶ原が起きてから17年後か。うん、
まあ、いよいよ確かになんていうの、世間のみんなは忘れるのは17年も経ってたら、うん、で忘れたらあかんと思ってこのあれを建てたと。へえ。いつ建てたの？あ、17年後か。うん。終わってからの？終わってからの。それがこれ？何書いてあるか全然わかんないよね。さあ次はこっち東軍で次西軍のこのなんていうの埋葬地に行きますよ。首塚に。あの木嫌い。あのもうちょっと具体的に言ってくれるとね、俺らは分かりやすいんだけど、うん、あの辺りに埋められとると思っておくりゃいいんじゃない。ああ、まあまああの木がお墓みたいとか、あの木を目処に埋めとけっていう指示が出たぐらいだ。いや、あの当時はそんなにでかい木じゃないで、うんうんうん、うん、なんだろう、桜の下の木には死体が眠ってる的な感じになってるけど、あれ桜の木なの？桜じゃないでしょ、あれ。あんなことさ、桜ないでしょ。ルイ君、ここ違うわ。外れっていう意味で、心霊的な意味で違う心霊が集まってるね。だろうね。あのここはまあ見事にお亡くなりになった方々だから、なんていうの、無念の霊がやばいと思う。無念のも、まあ、あるけど、でもあれやね、ん、まだ半分生きとるやつもんね。なんでこった、恐ろしい。ナイトショット。うん、ここは別に何って思うんだけど、なんだよな。実際ここはどんな感じですの？本当になんか、いわゆる心霊スポット側？ないね。おや？え？何もない感じ、ここ。うん。何だろう、ってことは戦でなんていうの、やっぱり死ぬ人って改まって覚悟決まってるなって思うの。覚悟決まってんじゃん。移動。あ、ちょっと外すか。こりゃ。どんな感じです？いや、映らないね、向こうよりかは。向こうよりってどこの向こうより？島津。ああ。本当になんもないのか、これだけなんかシチュエーションみたいなのが揃ってるのに。うん、ここ不思議として、夜も昼間も知らない。ああ、本当になんか、うん、なんていうの、集まるんだったらもうちょっとなんかさっきの島津さんのとこだったりって、もっと集まるポイントがあるせいか、ここには何もない。何もない。おお。怖いとも何も感じない。まあ俺はいつものことだな。俺はいつものこと通り、そのなんていうの、怖さの感情。持ってるミー君みたいな感じ。うん。怖さの感情をどっかに置いてきたから。はい。正直ね、あなたに何もねえって言われたらね、何もコメントできないですよね。ナイトショット。うん。すごくたむら、この木だけが怖いだけ。この木のそばに、なんだ、根元にあれ、埋葬された的な感じでしたっけ？ここにずーっと埋葬されてるって感覚だね。うーん、結構人うろうろするね。次9時じゃぞ。
ここは別世界のは別世界だね。むしろお昼そのイメージを持ってくると怖いスポットではあるけど、うん、夜もいいとこあるかな。怖いのこの木だけ、さっきのでかい木。うん、あの中央にそびえ立ってるあのでっかい木。石に囲まれてるから来る人はみんなわかると思うけど、あのね、この辺がすごい疲れるって感じ。どの辺？腰の。絶対霊感ある人しかわかんないぞ。あの木だけが怖い。ね、絶対違うやつが多い。そっか、外したか。外したの、ここ。これも想定だ。俺だって昼間から来やさ、あの木から、うん、何か伝わってくるのかなと思ったけど、特にそんなこともなく、ない。何か嫌なものを知ったのは事実なんだろうけど、それが気づくほどでもない。そうそう、だから戦国に繋いだものではない。あー、それこそ明治昭和あたりで何か。昭和だな、一番近いの昭和だと思う。昭和の時に何かあった、何かあったんだろうな。何か、うん、あるな。切ろうとしたとかそんなある？いや、切ろうとはしてないみたい。これ右で、右、はい。